はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。国民キャンネルのショーが今日は、すでにマンションを購入した人、これからマンションを購入する予定の人が見る動画、30分でマンションの全てがわかるをお送りいたします。よろしくお願いいたします。 マンションに関するお話をしたいと思います。端的にまとめてってことですよね。で、これはもうね、2年、3年前のマンションの、まあ、状態と、今と、もうガラッと変わってしまいました。何が違うのかっていうと、もう何でもがですね、値上がりしているので、これから今マンションを、例えばの建設しているね、マンションも価格が変更になっているんですよ。高くなっている。まあ、早い話が部品とか資材が値上がりがすっごいんですよ。 下手したらね、2倍になっている、3倍になっているものもあるので、もう今まで通りの、まあ見積もりの通りの金額では、もう完成しない。値上げしている。販売価格も値上げされる。え、じゃあ今持ってるマンションって、付加価値がついて値段が上がっているの上がっているところもあれば、まあそのままのところもあるし、下がっているところもあります。これはね、マンションの立地とかね、うん、まあ、あの、需要供給のバランスもありますから、 あとはみんなお金が今なくなってきている。金利がちょっと上がっていくだろうっていうこともあるしね。日銀が金利を上げると言っているので、まあ、ローンを組んでマンションを買うっていう人は、ちょっと二の足を踏んでどうしようかなっていうね。あの、ちょっと、ちょっと待てよっていう生還の構えですよね。うん、だから今ね、非常に何でも、まあ、これマンションだけじゃないですよ。住宅もそうですけれども、特に今日はマンションに対して、マンションに関する話になります。焦点を当ててね。 まあ、いろんなトラブルがあるんですよ。いいこともそれはありますよ。えまずマンションの、まあいいことからお話ししましょうね。マンションのいいところというのは、鍵一本閉めれば、もう長期外出、ね、あの海外に行こうが旅行に行こうが、ね、2ヶ月空けようが半年空けようが、まあ、セキュリティの面でも、まあまあ、あの安全度は高いんですよね。出かけやすい。 で、近所に買い物行くのは余計ですよね。鍵閉めちゃって、ね、出かければ、まあまあ、あの、安全に買い物にちょこっと出かけるのも、短時間、ね、あの、簡単な、まあ、あの、鍵を閉めるというね、処理だけで、外出が気軽にできると。まあ、それはすごくいいですよ。あと、玄関とか掃除しなくていいということですよね。まあ、自分の家の、 ま、廊下っていうかね、あの、自分の家の前のあたりと付近と、家の中と、ま、ベランダあたりをきれいに保っておけばいい。ま、その辺はすごくいいですよね。ま、気は楽ですよ。あと、高層階に行って見晴らしがいいとかね、なんか風が通って涼しいとか、ま、いろいろありますよ。窓が開けられないところはね、またこれはこれで、ま、別の問題があるんですけど、ま、風景はいいですよね、どっちにしてもね。で、なんかあの、上から見下ろすっていうことで、なんか気が大きくなったような感じもね。 しますよね。夜景が綺麗とかね、まあ。いろんなことあるんですよ。だから、まあそういうところに住んだことがない人は憧れもあると思いますよね。ところがどっこいマイナスが今発生している。そのマイナスというのをご紹介したいと思います、まあ。一番のマイナスはね、修繕積立金と管理費が上がってきている。特に修繕積立金が足らない、不足している。組合で揉め続けているとかね。まあそういうのが今あちらこちらで見られます。 これはね、いろんなものが値上がりしているのが原因なんですよ。で修繕積立金というのはね、まあ皆さん知ってると思いますけれども、一応ね、簡単に説明しますけれども、マンションっていうのは、まあ大体12年から15年、もう遅くても20年から25年までにはですね、あの、経ってからね、修繕しなきゃいけないんですよ。あっちこっちを。まあ、エレベーターが壊れることもあるし、エレベーター全部が壊れなくても、総特価じゃなくてもね、 エレベーターの部品を取り替えなければいけない。その部品が中心の核となる部品で値段が高い場合もありますよね。んで、あとは、いや、このエレベーターは特別ごめんなさい。すり減っていて、ここの、あの、ワイヤーの部分の部品とワイヤー全部っていうことになると、もう途方もない値段になったりもする。あと、屋根、防水がね、いや、ちょっと防水のシートがもう、あの、 紫外線なんでしょうかね。雨がよく当たるのかなここは。もうちょっとボロボロになってきて、まあ、これやり直さないといけないですよ。というのも、まあ、高いところの見積もりを出せば、1000万、2000万、屋根だけでね、あの屋上だけで、それ広さもありますよ。広ければ、本当に1000万、2000万、最低かかってしまうと。防水シートやるだけでね、結構高いですよ。まあ、一軒家の屋根とはちょっと違うんですよね。一軒家の屋根だったらね、100万、200万でできる場合が多いですけれども、 やっぱりマンションとなると広かったりしますんでね、その大きさにもよりますよ、120世帯、200世帯も入っていたら、もっと高いですよ、うんであの、壁とかやったら足場組まなきゃいけないしね、足場代も近年上がっています、あの政府の、ね、足場に関する安全基準が見直しになったんですよね、だからより多くのがっちりとした足場を、部品を、ね、多くあの使って足場組まなきゃいけなくなったんですよ。だからその分、値段も上がってきているんですよね。 でいろんなことが、まあ、あっちこっち値上がりが重なって、最終的に今の修繕積立金を積み立てていくだけでは足りないというところが、なんと48%全体の。マンションのだから半分の管理組合が困ってるんですよ。でこの管理組合がまた癖者で、これ委託でね、どっかの会社に丸投げで管理してもらう、そういう委託管理をお願いしている場合と、住民がね、または、 管理組合を住んでる人の中から選出してね、住んでる人たちの中で管理組合を作って、自分たちでやる。まあ、この違いは何なのかっていうと、まあ、自分たちでやるとね、まあ、把握できていいっていうこともあるけれども、誰かがごまかしてお金をね、どっかで使い込んでしまうっていう恐れも出てくる。だけど、管理組合をどっかの会社に丸投げしても同じことが起きる場合があるんですよ。 お金をごまかしてしまうとか、やけに何か見積もりが高いとかね、あの修繕積立金の、まあ、1億円積み立てて、いやもうこれじゃ足りませんよと、普通だったら足りるんじゃないかという、ね、あの施工しかしないのに、そこの管理組合はどうやらなんか建設会社とグルで高い見積もりを出してきてるとか、そういうところもあるんですよ。まあ、いろんなパターンがあるんでね、どれがいいっていうのは分からないですよ。身内で あの、自分たちの中から管理組合の役員を出してね、自分たちで決定するっていうところは、建設のプロがそこにたまたま住んでれば別だけど、そういう人がいなければ、ね、あの、素人の集まりで、ああだこうだって言っても、どっちにしてもね、あの、素人の見た目で決めるわけだから、全然違うんですよね。本当のその建設的なことの値段とか、今費用が上がってるっていうのを全くり理解してなくて、 昔はそんな高くなかったとかね、そんな金額ふざけてるとか、いきなり頭ごなしに喧嘩を売ってくるような、そういう管理組合もあるんですよ。だからお話になんないですよね。今実際お金かかってるし、高くなっているので、施工する側もそんな安い値段では受けられないんですよ。だからまともなところはそんな安くできない。やらないですよ。だからふざけたところは安くやってね、 で適当に手を抜いてっていうところもあるでしょうね。だ騙されてしまうかもしれない。だから建築のちゃんとした人が入ってればいいんだけど、入ってなければ、まあ、されてしまうとかね、めちゃくちゃな工事になってしまうとか、事故が起きてしまうとかね、手抜きになったりとか、え、これって修繕したのしないの、どっちなのみたいなね、出来上がりになるとかね。いや、私、そういうのいくらでも見たことありますよ、本当に。マンション修繕したとか言って、これ、どこ修繕したんですかっていうのは、汚いまんまなんですよ。 ありえないですよね。うん、だけど修繕したって言ってるんですよね。まあ、洗っただけなのかなよくわかんないですけど。いや、でもそんなマンションもありますよ。何千万円もかけてね。うん、だからお金が足りなかったのかもしれないし、ね。うん、だから最低限のところしかやってないのかもしれないし、まあ、いろいろありますけれども、まあ、とにかくトラブルの続出。で、これはね、修繕積み立て金の値段とか、まあ、今値上げするって言っていても、これ理,理事会とかね、その委託してる管理会社、 だけでででは決定できないんですよこれ総会とか開かなきゃいけないんですよねで。総会の承認が得られないと、そういう値段を上げたりとか、まあ、修繕積立金これだけ貯まったからこれやりますよっていうのもできないんですよ、うん。だからみんなの意見が一致しなきゃいけないけど、これがね、また一致しない、なかなか。だって、わけのわかんない、全然建築なんかかじったこともない変なおばさんが出てきて、高すぎるわよって、ただ頭ごなしにね、 ヒステリックに怒鳴るだけっていう人がいっぱいいるんですよ。で、そんな人がいたら、延々とうまくいかないし、話なんかまとまらないですから、まあ、そのマンションは永久的に汚いまんまなんですよね。で、事故が起きちゃうかもしれない。外壁が起こって頭に当たるかもしれないんですよ。あ頭に当たったりなんかしたら大変だしね。またあの、出入りしているね、誰かが頭に当たって大怪我させたら、もう責任問題なんですよね。うーん、まあ、だからこれはね、修繕は絶対しなければいけないんだけれども、 なかなかそこのところで、今、もう、揉めている、揉めている、すっごい揉めている。もう、揉めているところが48%、約半分というね、もう、とんでもない事態に、今、なっているんですよ。そこで、え、じゃあ、マンション買おうかな、とかいう人、大丈夫 <laughs> いや、今ね、ちょっと待った方がいいかもしれないですよ。今、タイミングはね、悪い、正直。今、これから買おうかな、っていう人は、タイミングは非常に悪いと思いますよ。 もうちょっと賃貸で様子見てもいいのかもしれないですよ、本当に。今買うっていうのは、まだ金利も上がってないからとかいろいろあるんでしょうけれども、変動金利で借りたら、絶対上がっていくんでね。あそんなに上がんのっていうふうにはなってしまう。え、じゃあ固定金利で借りたらどうなのかと。でも固定は最初から高いんでね。もうそのつもりで返済しなければいけないと。まあ、これはね、いろいろ問題は山盛りですよね。 え、でも私たちが買おうとしてるところは修繕積立金が安いんですよ。だから問題あるんですよ。これはね、ほとんどのマンションが最初修繕積立金を安く設定してるの。絶対足らないの。100%それでは足らないし、修繕できないんです。なんだけど、え、じゃあなんでそんな安くするのそれはいきなり買わないからですよ。そんな高かったら。え、修繕積立金5万円って無理とかなっちゃうでしょだから1万円前後に抑えて、いかにも安くね、積める。 もうここに住めば天国ですよみたいなね、家賃より安いですよっていう歌い文句はそこにあるんですよ。ところが罠でそれはね、どんどん上がっていくんですよね。上げざるを得ないから。うん、だから、もうどっちにしてもそれはどんどん上がっていく。まあ最終的に4倍くらいになりますよ。4倍。もう最低4倍。まあ4倍以上になるってことですよね。だから1万円とか歌ってるところはまあ4万円には絶対になるんですよね。上がっていってね。 だからそれは十何年の間になりますよ。4倍ね。10年ぐらいで。だそれを覚悟して、修繕積立金とか管理費は、まあ4倍ぐらいになるんだと思って買わなきゃいけないですよ。それをもう了承してね。あ、それはもう分かった。うん。4倍になってもうちはいいということで、金利も上がるあ、大丈夫ということで購入するんだったら問題ない。問題ない。あとはまあ買ってしまって分譲だとね、もう逃れられない、逃げられないですから、 だから、例えば、両脇がね、挟まれてサンドイッチされてるような物件で、部屋がね、両方の両脇、または上と下の人たちが、恐ろしい変な人だった。その4件全部。これは逃げられないですから。<laughs> いや、本当です。いや、あるんですよ。特に上とかね、横。変な人だと、これはね、うるさい。ガン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 。すっごい叩く。なんなのね。ね、あなた、 なんか上から変な音がするんだけど、引っ越してきてまだ一週間だし、みんなも引っ越してきてるから新築だからさ、なんか片付けてんじゃないのか。ああ、そっか、片付けなんだね。でも、三週間経っても、四週間経っても、三ヶ月経っても、ガン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 ねえ、あなた、毎日すっごい音がガンガンするんだけど、もう片付け終わってるでしょ、普通は。おかしいなあうるさいなあ夜中の二時だぞ、今。 この二時になるとガンガン言うのは何かしらなんか怖いな。二時になるとなんでガンガン言うのかなあなた見てきてよ。やだよ。え,よえじゃあ明日もなったら見てきてくれるええー、まあ明日なったら見てきてやるよ。わかったよ。そして次の日。夜中の二時。ピンピンピンポーン二時お知らせします。ガン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 あなた <laughs> もうやだよ。俺見てこなきゃいけないのね。だって昨日約束したでしょ ガン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 ほら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 、早く。わかった、ちょっと見てくるよ。よいしょ。えっと、上の階。あ、ここは、これがオレンジの真上だな。ガン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 。お、中からやっぱ聞こえるなぁ。えぇ金婚とか下もいいのかなガン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 。やっぱりこれ金庫した方いいないや、待って待って待って。覗いてみようかな。あ、そうだ。なんか覗き穴あったよな。中からは大きく見えるけど、こっちからはちっちゃく見えるけど、なんか、 外が暗くて、中が明るければ、覗けばちっちゃいけど見えるって、なんかに書いてあったから見ちゃおうかな。そうだ、覗いてみようっと。え、この,の、あった、覗き穴。あ、ここから見よう。えー、っと、よし、あ、見える、あ、見える。ガン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 何やってんのかなえー、えええぇ帰ろうガチャ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 。ガただいまあなたあ、早かったわね。ガン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  全然ガンガン収まんないじゃないあなた何やってきたの行ってきたの本当に見てきたの見てきて。どうしたのそう。ね。あなた真っ青よ、顔が。見てきて。どうしたのね。見てきただけを繰り返して、壊れた人形みたいになって。どうしたのあなたあなた見てきて。いやいやもう見てきたのは分かったわよ。もう見てきたのは分かったから、どうしたのって聞いてるの。見てきたいやいやいや、怖い怖い怖い。壊れた。 壊れたのね。見てきた。えー、大丈夫何何があったの怖い。何ガン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 。全然もう収まってないじゃん。なんなの見てきたえー、怖いあなたはあびっくりした。ああ、驚いた。驚いたじゃないわよ。こっちの方が驚いちゃうよ。な、見てきたの5回も6回も繰り返して何いやーあのさ、何ガン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 。 ほらほら、全然収まんないじゃん、あなた。いや、見てきたんだよ。何を見てきたのだからさ、家の中見ようと思って、え、家の中あれだ、変態なのいや、変態じゃねえよ。何言ってんだ家の中を、だってこんなガンガン言ってるんだから、ガン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 。ほらほら、うるさいだろだって、こんな響いてガンガン言ってるんだから、家の中見ようと思って、ほら、覗きがあるじゃないか。で、家の中からもう、うなんか、見えて、外から、あの、家の中を見ると、ドアのな、あの、覗き穴。 なんかちっちゃく見えるけど見えるっていうのなんかに読んだことあるんだよ。だから見てみたの。え家なんか覗いたってことうん。ガン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 。うわ、うるさい、怖い。え、で、何だったのそうしたら見えたんだよ。見えたの何がガンガンやってるじゃないか。うんうん。頭に白い鉢巻きした、髪の毛がブワー長い、もうほんと山ンバみたいな女の人が。 頭に鉢巻きをして、そこにろうそくを5、6本刺して火をつけてさ、で、なんか藁人形みたいのを木になんか置いて、その上5寸釘を置いて、トンカチでガンガン打ちつけてたんだよ。ええー、ー <laughs> こんな上の階の人が本当にいるんですよ。<laughs> いやいや、本当ですよ。これどうしたもんですかね。 これはまあまあ管理会社に苦情を言うしかないんですよね。で、管理会社がまあまあ、あの、いや、ちょっとなんかうるさい音を立ててらっしゃらないですかみたいなことを言って収まればよし。でも、ずっと永久に続く場合もあるんですよ。まあ、だからそんな人がね、上とか横とかね、下とかに住んでると、まあ特に上だよね。もう困っちゃう。のやんなっちゃいます。もう危ない。でももう買っちゃったから、そっからそんな簡単には引っ越せないじゃないですか。だからちょっとね、怖いですよ。 だからね、マンション買うっていうのは、集団生活しなきゃいけないっていうのと同じなので、ちょっときつい面ありますよ、そういうのが苦手な人はね。うーん、だから、あの集団、学校とかね、行っていた時に、え、クラスの集団のみんなの、あの、組織的な集団的な行動が、私苦手なのよねっていう人は、あんまりマンションおすすめしないですよ。<laughs> あの集団の中で、いや、なんとかトラブルも回避して、やっていける自信あるよという人は、まあいいのかもしれないですよね。 でそして経済的なことですけど、また戻りますけれども、だから先ほどの修繕積立て金え、そして、まあ、あの管理費ですよね。これも爆上がりしていってる。で、今現在住んでる人もそうですよ。これからどんどん上がります。これもね、あの、あげないともう足りない。足りないので、もう上げざるを得ないんですよね。うん、だからね、あの、管理会社を、まあ、丸投げでちょっと管理を頼んでいるところも、 そこの管理会社が上げてきますよ。だから、あの、上げますよっていう値上げのお知らせとかが、まあ、今来てない人も必ず来ます。で、これ12年から12年ごとを目安に、まあ実施するね、大規模修繕工事。これがね、お金が足りないとできなくなっちゃうんですよ。で、マンションどんどんボロボロになっちゃうので、まあ住み心地も悪くなるし、資産価値も低下してしまうということですよね。 でこれ、修繕するところって一体どこなのかっていうと、先ほどの屋上の防水シートだったり、また壁面ですよ。タイルだったり、または塗装だったり、いろいろな種類があるけれども、まあ、それを修繕していく。あとは玄関周りとかね、うん。あと、まあ、立体駐車場があれば、立体駐車場の機械的なところの部品とかを取り替えたりとか、直したりとかね。または錆びているところの修繕ですよね。 共用部分、あとはあの照明とかあるじゃないですか、廊下にね。で、その廊下のメンテナンス、まあ、そういうものを全部含まれてということですよね。あと、ま、水道管、ガス管が走っていたり、まあ、そこに損傷がないかどうかとか、も、ま、う、あ、全部ですよ。もう全部くまなく点検して、ああ、これは取り替えた方がいい交換だなとかね、いろんなものが出てくるわけですよ。ただ、これはね、難しいのが、 あの、みんなの共用している部分の面積だとか、その今使っている材質だとかね、そういうものによって大幅に値段が変わってくるんですよ。だからいいものを使っているマンションは小さな面積が少ないマンションでも高額になる可能性があるんですよね。だっていいタイルを使っているのにね、安っぽいタイルをそこにはめるわけにいかないですよ。一部割れて落っこっていたとしてもね、修繕するときに。同じものをやっぱり交換したり、 ね、同等の品質のものをそこに取り付けないといけないじゃないですか、かっこ悪くなっちゃうんでねうん、だからそういうのもあって、ものすごい大変です、今、あらゆるものが値上がりがすごいんでね、だからエレベーターの部品1つ取っても2倍、3倍とかなってる部品が、もう軒並み、もうざらです、だから、ものすごいお金かかるんですよ。 ねえ、これはね、だからね、何にも知らない人がね、いや、昔はそんな高くなかったとかね、その、まあ、会議で主張するわけですよ。そんなのおかしいと。そんなの詐欺です。詐欺に決まってるとかね。いやいや、決まってるかどうかなんていうのは、ね、今の社会的な状況を鑑みて、ちゃんと照らし合わせなければ、そんなことはわからないんですよ。だけどね、もう最初から喧嘩越しなの。これがね、みんな困ってるだから。 物事を知らないとか、ね、あの、今の時代についていってないと、話し合いにならないんですよ。まあ確かにね、高かったら文句も言いたくなるけれども、今の社会的な経済状況をちゃんと知っていれば、いや今は何でも高くて大変だけど、もうちょっと何とか工夫できないんですかっていうね、話し合いができるんだけど、最初からおかしいとか詐欺だとかね、いう人が今増えてるの。だからね、あの、建設の見積もりを出してる会社も、 あんなところいくらお金もらってもやんない方がいいな。いずれね、なんかちゃんと一生懸命やったって文句言われるだけだからって言って嫌がってるんですよ。でもそうやると全部を嫌がるとやめちゃうとね、全部あの断っちゃうとその建設会社も嫌がっちゃうんでね。まあ最低限どっか工事しなきゃいけないんですけど受けるんだけど多いって言ってます。そういうところが。だから本来は ほとんどやりたくないって言ってるんですよ <laughs>。文句ばっかり言われてね、安くしろ安くしろって言って文句言われて、何にもいいことないって言ってるんですよね。どうなってんだ今はっていうことですよ。まあ値上がりしているのが、まあ原因なんでしょうけれども、ただもう話がちゃんとできない人が多くてね、本当に困ってるということも建設側は言ってるけど、あんまりそれは言えないんですよ。うん、やっぱりお金をもらう側なんでね、あんまり主張できないんですけど、本音はそういうことを言ってます。 うん、あの本人から聞いたんだけどね、社長からあの言ってる。だからこれはね、おかしな事態が今発生しているんですよ。もう誰だってそこに住んでいればね、値上げは嫌に決まってるんですよ。高いより安い方がいいに決まってるんですよ。だけど、社会全体とか、もうもともとの、ね、部品とかそういう資材がもう2倍、3倍になっていたら、安くしろって言ったってできないんですよ、本当に。今、本当できない。 うん、それだったら自分でやれよとか言って喧嘩になって物分かりになってるところに今出てきてます。俺たちは本当できないんだよと。そんな安くしろ安くしろって言ってもね、あの手抜き工事なんか安全上できるわけもないし、本当に真面目にやっているのに高すぎる高すぎるってね、怒られて、もうそれはやってられないから他探してくださいよって言ってやめちゃってるところ本当に喧嘩してね、あの断ってるところ出てきてるんですよ。まあ出ますよそりゃね。 やってる本をバカらしてやってらんないんですよ。うん、だから喧嘩腰じゃなくて話をちゃんと聞いてくれて、話をちゃんとね、あの、一旦入れてね、なるほど、そんなに大変なのかっていうふうなことで、じゃあどうしたらいいかっていう建設的な話し合いをしてくれるんだったら違うと思うんですよ。ただ今は怒り出す人たちだらけなんですよね。もうこれはもうね、ずっと修繕できない。永久に。永久にできない。 そのマンションはボロボロになっていく。でもボロボロになっていくけど、そうするとね、あのー、まあ、組合員じゃない方々、一般の方々がそこに住んでるね。何やってんの、組合はとか言って、今度組合に文句言うんですよ。今度、内輪揉めの嵐。本当に多いんですよ。こうなってるマンションの、あのー、マンションがね。それでも皆さん、住みたい <laughs> これから <laughs>、これから買う予定 <laughs> 大丈夫 <laughs> 大丈夫ですかねまあ、一軒家買っても同じことは起きますよ。ね近所がすごい変な人が住んでいたりとかね。ただ、修繕に関しては、うん、自己責任。うん。あの、ボロボロでいいって言えば、ボロボロでもずっと一軒家だったらいい。あと、自分でちょこちょこっと手直しできる人はね、日曜大工的なことができる人は、自分でちょっとやってみてもいい。本当に。 まあ何でもできる人もいるしね。うん。だからそれはね、全く違いますよね。マンションは自分でできるって言っても、自分の部屋の中はいじっていいけど、共有部分はいじっちゃいけないんでね。ベランダも何か勝手に何かやっちゃいけないんですよ。だからそれを考えると、まあ、これは協調性も必要だしね、我慢も必要。マンションはね。うん。だからマンションは絶対ダメだって言ってるわけじゃないですよ。でもその中で、今の話をちゃんと理解してね、 ああ、でも、自分は大丈夫だと。私たちは平気ねっていうことであればいいと思うんですよ。まあ、それも従々分かってて、買いますよっていうことであれば全然問題ないですよ。あの、短所ばっかりじゃないですからね。さっき初めに言ったように、長所もあるわけですよ。まあ、あの、周りがいい人たちでね、鍵一本閉めれば、ね、あの、出かけることも、あの、簡単にできるから、すごく楽だ。ね、あと掃除も楽ですよ。それは一軒家に比べればね、階段とか登る必要がほとんどのマンションはないわけですから、 だからそういう面ではすごい楽なのでね。だからそれを考えたらまあまあ、あの、駅から近いし便利だしっていうところも多いでしょうし、うん、まあいいかもしれないですね。まあだからこれはね、もう自分たちの判断になりますね。判断。で先ほど言ったように、いやもう値上げなんかね、修繕中の時の値上げなんか冗談じゃないとか、また見積もり出しても高いって怒鳴る人たちは、あの、高齢の方に多いんです。ほとんどが高齢の方、そうやって言うのはね。 なぜかというと、恒例でね、これは本当申し訳ない言い方ですけれども、まあ自分の寿命ってあるじゃないですか、人間私もあります。誰でもね。その寿命が、まあ近づいてると。そうすると、無理してね、修繕しなくても、まあ私の場合そんなにもう長生きしないからね、みたいなんもう本当そういう方多いんですよ。私そんなに長く生きるわけもないし、だから修繕なんかしてもしなくたってどっちだっていいやっていうね、いや、方はいるの。 だから、だから、お金は出さないっていう人いるんですよ。値上げは反対って。でも、40代ぐらいのね、50代とかまだね、そういう人たち、家族持ってる人たちにとっては、困ったなってなりますよね。いや、やだな、困ったな、どうしたらいいんだろうって。いや、もうね、だから、いろんな人たちが住んでいるということ自体が難しいんですよね。あの、和を持って話し合いをするということが、なかなかできにくいということなんですよ。 そういう高齢の方に限ってお金に関して非常になんか敏感に反応しちゃうんですよね。非常に敏感だっていうのは、あの、ありますよね。まあ、大変です。だからね。皆さん。え、それを解決する方法はないのかってまあ、あるんですけど、よっぽどしっかりした人が話をしっかりしないと無理です。あの、やっぱり中途半端な気持ちで話す人が上に立って、まあ、あの、 何かこうです、ああですって説明しても、なんだおかしいだろとか、ああだこうだって言って抑えきれない、それを。うん、だからね、管理組合のね、組合長とかなる人は人格者じゃないといけないしね、みんなをまとめる力がないといけないけど、そんな人がね、全部のマンションにいるわけないですよね、日本人のマンションにね、それぞれのマンションに一人いなきゃいけないんだけど、ね、 だって、総理大臣だってまともにね、みんなの意見をまとめらんないし、ちゃんと人格者の人がなかなか出てこないのに、そんなマンションの中だけでね、そんな人格者がいきなり出てくるわけないんですよ。だからね、あらゆるマンションで今、トラブルが続出しています。まあ、当然の結果って、結果ですよね。だからこれはね、未知数ですよ。まあ、あのそのまんま修繕できないところが半分ぐらいじゃないですか。 恐ろしいですよね。まあ、ただうまくいってるとこもあるんですよ。だから半分はうまくいってるんですよ。半分がトラブル。半分は大丈夫なんです。半々。ね超過半過ですよ。<laughs> もう爆地だね。これは。かけるしかないってことですよ。いやー、人生かけだね。人生はギャンブルだよ、やっぱりね。恐ろしい話ですが。まあ、なんとかしていかないといけないということで。 まあ今、マンションにね、住まわれてる方、よりいいねあの方向に行くといいですよ。だから、自分も含めてね、怒鳴るとか、ただ怒って怒りをぶつけるだけの、のそういう組合の話の場にしてはいけないということですよね。そういう人がいたら、いやいや、待ってくださいねって言って、冷静にね、怒っても何にも進展しないですよって優しく言ってあげるんですよ。丁寧にね。怒りに怒りをぶつけると、どんどん怒りが増幅しますから、うまくいかないですよ。 さらにこれから買う人、購入を考えてる人は今の話を本当に全部ね、ちゃんと受け止めて、それでも買うという判断であればもういいと思うんですよ。ね。いろいろ考えなければいけないですね。難しいですよ。生きていくっていうのは大変です。ね。まあ皆さんの人生応援してますんでね、頑張って進んでいきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。